やはりあの男につながります。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はハンマ習字についてお話をしていきたいなと思います。まあ、このハンマに関してはなんで関東卍会にいるのか、なぜマイキーはハンマを関東卍会に入れたのかっていう、そういったところが謎だったりもするし、死神とピエロについてだったりとか、23巻の裏表紙で線路の上にいるハンマっていうところとかもいろいろ謎があるので、まだまだ謎が多い人物になってきているんですけど、今回の動画に関してはなぜハンマが関東卍会にいるのか、タイムリープに関係している人物なのか、サンズとの関係は一体何なのかっていうのとか、そこからさらにハンマ自身の今後の展開っていうところではないんですけど、ハンマが初登場したタイミングから少し気になっている部分があるので、その辺とかについてお話をしていきたいなと思うんですけど、ハンマがなぜ関東卍会に入っているのかっていう部分で考えてみると、やはりマイキーからハンマを誘っていくっていうことはそうそうありえないと思うんですよ。もともとエマのことがあったっていうのもあるし、マイキー自身が関東卍会を作りたいと思ったのかっていう部分でまず考えると、やはりサンズの回想シーンにもあったように、サンズがマイキーに接触してきたからこそ関東卍会を作ったっていう風になってくると思うので、ココが関東卍会に入ったのも、ハンマが関東卍会に入っているのも、マイキーから誘ったっていうのではなく、サンズが集めたみたいな、そっちで考える方がそれっぽいんですよね。じゃあなんでサンズとハンマがつながっているのかっていうところですけど、初代東京卍会の5番隊副隊長と6番隊隊長だったので、その時点でつながりを持っていたっていう可能性もあるし、天竺にも同じタイミングで所属しているので、そこでつながりを持っていたっていう可能性もあるんですけど、ただ一つ気になるのはやっぱりタイムリープ関係ですよね。サンズが知っているもう一人のタイムリーパー、このもう一人のタイムリーパーがサンズ自身なのか、サンズとは違う人物なのかっていうので、もしかするとサンズ自身はもう一人タイムリーパーがいるっていうことを知っているだけで、直接そいつと関わっているっていう、そういったわけではないのかなっていうふうに思ったりもするので、誰かを通じてそのもう一人のタイムリーパーとつながっている、そこから指示を受けているっていう、その展開もありえるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、今回の261話に関してもサンズはタイムリーパーについて話していたし、タケミチは未来の話をしていたんですよ。でタイジはタケミチが未来の話をしていることに対して何の話をしてるんだっていうふうに戸惑いを見せていたんですよね。その話に対してもサンズのタイムリーパーという発言に対してもハンマは特に反応はしていなかったんですよね。そう考えてみるとハンマもタイムリープについて知っている可能性が高くなってくるし、そもそもキサキがタイムリープの存在を知っていたので、キサキとつながっていたハンマもタイムリープのことを知っているっていう、その可能性が高くなってくるので、ハンマが反応しなかったっていうのは自分もタイムリープについて知っている、それがハンマ自身がタイムリーパーとかタイムリープに関係しているのかっていうので、まあ、その部分も気になるようなところではありますけど、実際にチフとかに関してはタイムリープには関係していないけど、タイムリープについて知っているっていうのがあるので、タイムリープについて知っているイコールタイムリーパーっていう、そういったわけではないので、その辺とかはまた別の話にはなってくるんですが、じゃあこのハンマがサンズの知るもう一人のタイムリーパーなのかっていう部分で考えてみると、実はハンマはタイムリーパーではないのではないのかっていうふうに思うんですよ。確かに梵天の未来ではハンマが描かれていないので、タイムリープによる可視状態なのであれば状況的にはつながってくる部分はあるんですけど、タイムリープっていうものを考えてみると、もしハンマがタイムリーパーなのであれば、過去のハンマが未来のハンマのように描かれていないとおかしいんですよね。それこそ竹道に関してはタイムリープしているタイミングとタイムリープしていない過去の竹道のタイミングで、ヒナは竹道のことを別人のように感じていたんですよ。そう考えてみると、ハンマも過去のハンマと未来のハンマっていう別人になっているタイミングがないとおかしいんですよね。でも過去のハンマと未来のハンマって結構違うくて、未来のハンマはどちらかというと大人っぽくてめちゃくちゃクールな感じなんですよ。でもそれに対して過去のハンマって未来のハンマのようなちょっと静かなクールさっていうのはないんですよ。結構過去のハンマは余裕そうな笑いを見せるんですけど、未来のハンマって特にそういった笑いは見せないんですよ。っていうので過去のハンマと未来のハンマは結構違う感じで描かれているんですけど、最終決戦に来ているハンマは間違いなく今までの過去のハンマと同じ描かれ方なんですよ。そう考えてみる
と、竹道のようなタイムリープ中とそうでない時の別人のような形っていうのが取られていないので、ハンマがタイムリーパーっていう可能性は一つ減ってくるのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。未来と過去で同じように描かれている人物として結構真っ先に上がってきそうなのはサンズなわけなんですけど、梵天の未来のサンズと最終決戦のサンズってちょっと似たような狂い方をしているような部分があるので、サンズがタイムリーパーなのではないのかっていうふうに考えることもできるかもしれないんですけど、ただこのタイムリーパーである場合は未来と全く同じっていうのではなく、未来の人物の時もあるし過去の人物の時もあるっていう、その二面性が必要なんですよ。別人になるタイミングがあるっていうので考えてみれば、最終章のサンズはずっと同じ状態なんですよ。もちろんずっとタイムリープしている状態だからこそ過去のサンズがいなくて未来のサンズのままっていうふうに考えることもできるんですが、ただキサキとのリンクで考えてみると、キサキに関してもタケミチがタイムリーパーの疑いをかけていたんですよね。キサキもタイムリーパーだったとしたらっていうふうにチフーと喋っていた部分があったので、キサキもタイムリーパーなのではないのかっていうふうに考えられていた時期もあったけど、実際にはキサキはタイムリーパーではなかった。そして最終章のサンズはめちゃくちゃキサキと同じような立ち位置になってきているので、現段階ではタイムリーパーの可能性がめちゃくちゃ高いように感じられているサンズも実はタイムリーパーではありませんでしたっていう、そうなってくる可能性も高いのではないのかっていうふうに思うんですよ。要するにキサキのようにタイムリープという存在を知っているだけ、近場にタイムリープに関わる誰かがいたとか、タイムリープのことを知る人物がいたっていう、そういった感じになってくるのではないのかっていうふうに思うんですよ。そして今回のサンズの発言的にも、マイキーのことを利用しているというよりもマイキーの背負う業のデカさを知っている、そして定められている修羅の道を進むしかないっていう、あの言い方からもマイキーのことを支えたいっていうふうに思っている可能性が高い感じがするんですよね。そうなってくると立ち位置的にはキサキとリンクしているような部分があるけど、サンズに関してはマイキーのことを利用して梵天みたいな組織を作りたいっていうよりも修羅の道にマイキーは進まないといけない。でそもそもサンズはマイキーの無敵っぷりっていうのに惚れていたりもするので、その辺とかが好きかもしれないけど、それは別に利用したいからっていうのではなく、マイキーのそばにいてその修羅の道を進むために手助けをしたいっていう、マイキーの力になりたいっていう、そう考えている人物の可能性が高くなってきているんですよ。そう考えてみると、マイキーのことを大事に思うサンズの気持ちを利用されてしまっているのではないのかっていうふうに考えることもできるんですよね。そもそもサンズが言っているように、マイキーが背負っている業のデカさ、そして修羅の道が定められているのであれば、わざわざドラケンを殺したりバジを殺したりエマを殺したりっていうマイキーの心を折る必要ってなかったと思うんですよね。その修羅の道に進むしかないってことが定められているのであれば、外部からマイキーの心をへし折るようなことをしなくても、マイキーは修羅の道に進むっていう、そういった風になってくるはずなので、わざわざ第三者がマイキーの大事なものを奪っていくっていう、そういったことをする必要はなかったはずなんですよ。でも黒幕はマイキーの大事なものを奪って心を折って闇に染めようとしているんですよ。そう考えてみると、サンズが知っているマイキーの背負う棒のデカさとか修羅の道が定められているっていうのは黒幕が作り出した嘘であり、サンズはそれを信じきってしまっているのではないのかっていうふうに思ったりもするんです。それはもちろんマイキーのことが大事だからこそ、そういった道にマイキーが進むのであれば自分だけはマイキーの味方でいるっていう、そういったふうに考えているからこそその嘘を信じきってしまっている。それによってサンズはマイキーと共に修羅の道を進もうとしている、そしてサンズも狂っているっていう、そういった状況になってしまっているのではないのかっていうふうに思うんですよね。マイキーの持っている黒い衝動に関しては、新一郎くんが死んでしまう前から抱えているものになってくるので、新一郎くんの死だったりとか、ドラケンの死、バジの死、エマの死とか、そういったものがなくても黒い衝動は持っていたんですよ。そうなってくると、その黒い衝動とともに修羅の道に進んでいくっていう、それだけの道だったのかもしれないですけど、最終章でもマイキーはドラケンを失ったことによって黒い衝動に飲まれている、黒く塗りつぶされていたっていうのがあるし、そもそも修羅の道ってところに関しては、竹道がフィリピンでマイキーと会った時の回想シーンでも三ツ矢が言っていたんですよ。マイキーが選んだ修羅の道っていう発言をしていたんですけど、あの時のマイキーって東京卍会のメンバー全員を自分の手で殺していたんですよね。それを回想シーンで描かれていた、八海と会っていた描写とか、地風と会っていた描写があって、その時に未来に戻った竹道は三ツ矢のお葬式に参加していたんですよね。でその三ツ矢もマイキーが殺したっていう風になっていたんですけど、あの時のマイキーが定められた修羅の道を進んだ結果なのであれば、誰かがマイキーの心
心をへし折るっていう、そういったことをせずともみんなを殺すっていう道に進んでいるので、修羅の道にもともと行くっていうのが決まっていたのではないのかっていうふうに考えることもできるんですけど、ただやっぱりあの未来で気になるのはドラケンの死が惨殺っていう部分なんですよね。惨殺といえばやはりサンズなわけですよ。ムーチョのことを惨殺しているし、最終決戦でも刀を使って暴れている。そして29巻の表紙もサンズらしき人物が刀を持った姿で描かれているんですよね。でそもそも特技も剣術っていう風になってくるので、この刀惨殺っていう部分とサンズはめちゃくちゃつながりがある人物になってくるんですよ。そうなってくると、あの未来でもドラケンが一番最初に死亡していて、そのドラケンを殺したのはマイキーではなくサンズがドラケンを殺していた。そしてドラケンを失ったことによってマイキーが修羅の道に落ちて他のメンバーを殺していったっていうのであれば、あの未来でもマイキーが修羅の道に進んだのは自分自身の道として定められたのではなく、別の人物がマイキーの大事なものを奪ったからこそ修羅の道に進んでしまったのではないのかっていうふうに考えることができるんですよね。そうなってくると、あの未来でもサンズは黒幕が作り出したマイキーの背負う業のデカさ、そして修羅の道っていうのを信じきってドラケンを殺すことによってマイキーをその道に進めてしまっていたのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そう考えてみると、マイキーが元から修羅の道に行くことが決められているっていうのは黒幕が作り出した嘘であり、サンズも黒幕に利用されているだけっていうふうに考えることができるんですよ。じゃあ果たして誰がサンズに嘘を吹き込んで利用しているのかっていう部分で考えてみると、そこに繋がってくるのがハンマなのではないのかっていうふうに思うんですよね。まあこれに関してはハンマが黒幕っていうのではなくて、ハンマは黒幕の意思をそのままサンズに伝えている、その連絡係のような立ち位置に来ているのではないのかっていうふうに思うんですよ。それがハンマの通り名である死神。この死神の異名が最高神に使える農夫っていうものがあったりもするので、これに関してはだいぶ前からも話しているようなところではあるんですけど、ハンマの最高神っていうのは妃ではなく別の人物がいて、その最高神こそが黒幕なのではないのかっていう、そういったところに繋がってくるんですよ。そもそもハンマが死神って呼ばれていたのは妃と出会う前になってくるので、その時点でハンマには最高神がいた。じゃあそのハンマが使える最高神黒幕は誰なのかっていう部分で考えてみると、やはりそこに関してはタイムリープが関係してくると思うんですよ。タイムリープをしているということは未来の人物の時もあれば過去の人物の時もあるっていう、別人のタイミングがある人物じゃないと成り立たないんですよね。最終章でそれが当てはまってくる人物って明石なんですよね。明石に関しては千住に優しい面もあるんですけど、その反面で千住の武力を利用して金稼ぎをしようとしていたりもするし、ブラフマンの集会の時みたいなめちゃくちゃ悪人のような表情として描かれているタイミングっていうのもあるんですよ。そう考えてみると、最終章にいる人物の中で過去の人物と未来の人物のような別人として描かれている人物っていうのは明石になってくるんですよね。千住に対して優しくしている時とか、ブラフマンとしてマイキーを止めようとしていた証っていうのは過去の証であって、未来の証が黒幕になってくるのではないのかっていう風になってくるんですよ。そしてハンマと証に関してもつながる部分があって、ハンマが死神と呼ばれていた時の活動拠点は歌舞伎町、つまり新宿なんですよね。そしてこの新宿に関してはブラフマンの拠点になってくるので、証とハンマには新宿っていう共通点もあるんですよ。そしてハンマと証がつながっているとすると、一つ気になってくるのは若と弁慶なんですよ。ハンマって若と弁慶と一緒に遊撃隊に所属しているわけなんですけど、ハンマが若と弁慶と同じ遊撃隊に入っている理由が何なのかっていう部分と、若と弁慶がなぜ関東卍会にそもそも入ったのかっていう、その部分がまだ明かされていない謎になってくるんですが、若と弁慶に関しても関東卍会に入ったのはそれなりの理由があったはずなんですよね。その理由が明石が変わってしまったからっていうのであれば、繋がってくる部分があるんですよ。この明石が変わってしまったっていう部分が、三天戦争以降に未来の明石、黒幕の明石が過去にやってきたことによって、2008年の明石が別人のように変わってしまった。その別人のように変わってしまった明石が若と弁慶に対して関東卍会に入れっていう風に指示をしたのであれば、若と弁慶はその指示に従って関東卍会に入っている。もしかするとハンマに関してももともと関東卍会に入っていたっていうのではなく、三天戦争以降に若と弁慶が明石の指示によって関東卍会に入るタイミングで一緒に入ったっていう可能性もあるし、そして明石はなんで関東卍会に入っていないのかっていう部分で考えてみれば、もしかすると明石はハンマを
を通してサンズに指示はしているけど、サンズ自身はその指示を出している人物が明石っていうことを知らない可能性もあると思うんですよ。そう考えてみると、サンズ自身はハンマから聞いた情報をもとに動いている、つまり自分の行動自体は自分の考えで動いているつもりやけど、実はハンマを通して明石に利用されている状態だったっていうことをこの後に知るのではないのかっていうふうに思うんですよ。もしそうなってくるのであれば、サンズが自分を利用されていたことに気づく。そうなってくると、前回の動画でも話していたように、サンズが竹道のトリガーとなって全てを変えていくっていう、そこにも繋がってくるのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。そして次回の動画では、ハンマの初登場のタイミングから一つ気になっている部分があるので、そこについて話をしていこうと思うんですけど、それが最終章の終盤、まさにこの最終決戦が終わった後の展開に繋がってくるのではないのかっていう部分になってくるんですけど、それが果たして何なのかというと、かつてハンマが所属していたチーム、ヴァルハラ。はい、では今回はハンマ習字についてお話をしました。ぜひ今日ね、感もところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の良かった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。